皆さんこんにちは。今回は、アニメシャングリラフロンティア第8話に対するネットの反応、感想を紹介します。では、ご覧ください。弓を構えるレギュラーモブ彼女は狩らせたい。とりあえずリアル見せろ。サイガレイが見てる、怖えー。吉田専用を思い出した。素顔は見せないのかよ。ヒロインがストーカーにしか見えなかったな。シャンフロ劇場長すぎ。どんだけ尺余ってんだ。ほらヒロインが見てるぞ。燃えろよ。A パートの作がやばかったな。ウェザエモン戦も期待できそうだ。ベッドで起き上がって疲れたと言ってまた寝る。やっぱり VR プレイヤーは外から見ると間抜けすぎるな。経験値半分でも振り分けポイント 2.5 倍なら絵してるんだよな。戦闘が終わったら鉛筆とカツオが出てくるのかと思って楽しみにしてたのに、そんなことなかった。試行会は端折ってリアル5分に前半の動画まとめたら実際どんなもんになるんだろう。カッツ楽しみだったのに。コミカライズ以前から追ってるコアなファン向けに作ってるよな。ミクールなのもあるけど、とにかく丁寧に描写したり小話ファンさしたりで満足させて。コアなファンに BD 買わせて稼ごうとしてる印象。単行本で数ページに過ぎない描写をここまで膨らませてもらえるなんてのは、金かけられるアニメ化は本当に羨ましいな。サイガーレイが仲間に入りたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？三楽の鳥マスク脱いだ顔どうなってんだ。マスク脱げるのにショックを受けるエムルに草。ラビッツ名誉国民ってどうなんやろな。不明だけどリアルの顔とは違うってことはわかっている。逆にメインの女性陣はリアルの顔そのままかもしくはかなり似ている。ヒロインちゃんは鎧の中身男だから顔が違う。今日も盛り上がったな。アシュラ会を後回しにしたの正解じゃね。あれはサードレマ出てからでもいい。姉ちゃん、三楽くんが私以外の女とあんなに親しげに、ゴゴ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 。ウサギは可愛いな。エムルがポーション飲んでる姿可愛いな。ダメージが1でも通るなら死ぬまで殴れば殺せる理論。武器の耐久値の使用ってなくなったの？前回説明しているけど、コロシアムでは武器の耐久値は減らないし、デスペナルティもなし。まあ100回デスしても戦う忍耐力があるみたいだしな。クリティカルの補正次第ではそこまで時間も食わないかもだし。ウサギだけが癒し。動きが多い作画だと劇場長くなるのでは。冒頭も若干巻き戻したし。ウサギはウサギのままがいい。所詮ゲームなので熱くなられてもなんとも思わない。でもゲームの中なんだよな。ゲーム実況アニメかな。シャンフロ劇場いらないから本編を長くやってくれよ。それらは円盤の特典でいい。ストーカーですわ。戦闘でやられても特に何か困るわけでもないから、緊迫感がどうにもな。それが今回の話だしな。ゲームに本気にならなくてどうするの？ラビッツって普通は1回訪れたら強制的に追い出されるから、泣きながら立ち去ったプレイヤーもいるという。ケモナーからすれば推薦者の称号だろうよ。まあすぐに依頼こなして観光しようとしてたプレイヤーならともかくとして、頼まれた依頼もこなさずにずっと居座ってたタイプのプレイヤーなら、好感度だだ下がりしてるから仮にもう1回入国できても塩対応だろうな。人参もぐもぐ兄貴かわいいよ兄貴。あの女の子が毎回サイガレイに弓引くのって何なんだろ。原作コミックではあんなしつこく出てきてないのに。ある意味アニオリの準レギュラー。ゲームもいいけど真面目に生きないと派遣社員になりますよ。サイガレイ、三楽をあっさり発見してるのな。バトルにおいて緊張感は重要だしな。脳焼かれる方が良かったな。みんな死んだら死ぬんでしょって思ってたと思う。さすがストーカーのレーダーは性能が違うぜ。弟くんと比べてもエムルが異常に可愛いな。いいね、アクションも背景美術も本領発揮してきた。あとエムルの口調がだんだん癖になってきた。作画良くても中身は VR おっさんと大差ないな。基本ひたすら実況プレイ。最初の5分は見なくていいからな。どんだけ手抜きだよ。
ボーパル武器固定だからそういう調整とか必死に擁護してた信者たちを後ろから蹴り殺してて笑う。最初の犬とか10回殴られたくらいで死んでましたけど。ジャンフロコの感じだとアシュラ海殲滅でワンシーズンか。ストーカー怖すぎる。ストーカーにも奪れてる。だって名前上に出てるし。見た目変えても名前は表記されたままなので。可愛いヒロインで締めたな。エムルがヒロインでいいんじゃないの？リアルが可愛いだけでやっぱストーカーだよあの子。クソゲーハンターにしては割と安泰だな。遺跡に行くかと思ってた。カッツキュン出てこなかったな。街から出ずに話が終わった。鉛筆がヒロインでいいんじゃ。ストーカー落ちに使われすぎじゃない？開始ナレーションとシャンフロ劇場で尺稼ぐ戦法やめてよ。それやらない回あるからもったいないよ。偶然見かけたのでフレンド申請しに来ただけのヒロインちゃん。10体目の猛襲のキマト退治。防戦一方なので攻撃はあれだが、作画は良かった。最近ぬかつぎっても散落を発見できるサイガレイ。ゲーム店と同じく物陰からチラ見。美少女エムルが気になるよな。マジで面白いし、ビジュアルもすごいねー。C2C さんほんとどの作品もすごいクオリティと安定感。怖いレイちゃん、ストーカーになりつつあるな。早く正体明かして楽になりな。死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜ。名前って強制的に常時表示状態なの？それともアイテムとか設定で表示にできる？プレイヤーは常時表示だったはず。 PK は名前が赤く染まる。意識して注目すると見える感じっぽい。ラビッツさん最高級人参。所詮ウサギはウサギか。めちゃくちゃレアな人参なんじゃない？エナドリとカップ麺って。こいつ早死ににしそうな食生活だな。学生の頃は3分で長く感じたな。ねえ三楽くんの食生活大丈夫？エナドリ漬けよね。親が夕食とかは基本用意してるよ。クソゲーしたいから親の言うことはしっかり聞くみたいだね。でも毎日エナドリ飲んでるだろ。親いたの？釣りマニアの父と虫マニアの母がいるぞ。汁なし担々麺ならまあまあいける。物理無効なのでは？は面白かった。結局は杖頼りだったな。バッシュの兄貴かっこよすぎて最高だー。ルブサ90あるのによく耐えたなー。まあルブはあくまで補正的なものでどう動くかが重要なのかな。人がタイムルかわいいなーからのガチストーカーエンドで笑った。そういえば先日足毛にして PK 押し付けた形になりましたからね。しかも踏みつけてから日にちが経ってるのにあんなの見たらお礼参りも疑うよね。ラーメンやうどんやそばだとある程度伸びても大丈夫。焼きそば系は伸びると終わる。ラーメン作ってる途中にログインボーナスもらいに行けるくらいフルダイブ型のゲームってすぐにログインできるの？結局あのチート首輪つけてたのも6レベル上昇の間だけか。今回はアニメシャングリラフロンティア第8話に対するネットの反応、感想を紹介しました。いかがでしたでしょうか？この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。